あ、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はフィッシュマンの赤塚さんに来ていただきました。で、動画のコメントの中で、はいはい、フィッシュマンさんのことをライギョトリで使いたいっていう方がいらっしゃって、はいはい、で具体的にこういうとこでこういう状態で使うにはこの機種、はい、この時はこの機種っていうのが、はい、説明がないので、それを聞きたいっていうリクエストがあって赤塚さん来ていただいたんで、その話を今回してもらおうかなと思って、はいはい、なるほど。結構ありますね、すごい強い竿とかで。そうですね、遠投できそうなやつもあれば、クリック打てるようなやつもあればっていうので、ね、はい、基本的に全部ハマるんですよ。実は、はい、全部ドンピシャと言っていいぐらい。っていいぐらい。例えば LH って結構柔らかいじゃないですか。あの豪邸の LH ですね。豪邸の LH、BC 4の、はい、結構柔らかくて 7g もしょえて、はい、で1オンスまでっていう表記ではあるんだけど、はい、まあ、実際のところ2オンスぐらいは投げれるんですが、はい、であれをね、例えばですけど、はい、春先の5月ぐらいかな、こっちだと、今週だと、天郡とかだと、はい、この辺だと、あ、まあ、オープンエリアだし、そう、はい、ようやっとこその泥から上がってきたっていう風なタイミングの時とか、はい、でフルカバーになってないような時に、はい、例えばポンドもしくは小さなクリークとかで、はい、15グラム弱ぐらいの小さめのフロッグを、はい、例えば5メーター、7メーターというすごくショートディスタンスで、はい、これぐらいのスポットに落とさなきゃいけない。例えば、うん、去年の草が倒れて、はい、重なってる、はい、そこのこのぐらいのスポット、そこから頭が見えたとします。でそこに打てなければ釣れないですよね。はいはいはい、そういうタイミングは、はい、そこは LH なんですよ。あ、LH なんですね。はい、LH でもうその低段ライナーでこの5センチのスポットを打ち抜く。なるほど。でそれを遠くに打って線でやっても、うん、なかなか出づらいじゃないですか、はいはい、なのでそこは LH。 ああ、すごい。はい、でそこで打っていく。フッキングも大丈夫なんですか？全然大丈夫。ああ、結構張りがやっぱある、ね、はい、全然大丈夫ですね。でクリーク、ショートクリーク、スモールクリークで、はい、抜き上げるのも75センチぐらいは大丈夫です。ああ、大丈夫なんですか LH で？はい、全然大丈夫です。で足場が高いところは MXH とか、あ、そういうなんだ使い分け、はい、で線で OK になってきたら MXH とか。あ、なるほどですね。はい、でフルカバーになるとまだ話が違うんですけども。なるほどですね。はい、天群とかのプレッシャーがかかってきたこういうクリークとかだと、はい、もうプレッシャー高すぎて、はいはい、この木が生えてて木の影になったところに隠れとるやつ、ここに打たないと釣れないっていうパターンが結構あって、はい、あ、なるほど。ボートガンドルは食わなくて、はい、そこに打ち込まれると食わないっていうのがあって、はいはいはい、それも結構フィッシュマンさんの方がいいのかなと思うんですけど。いや、すごいバッチリ決まるんじゃないですかね。うん、そのケースでも、はい、MXH よりも LH の方がいい感じですか？ね、その足場の高さと、はい、魚の大きさ、うん、にもよりますね。あ、であとは投げるルアーのウェイト。なるほど。はい、でその時期で結構いいサイズのカエルとかを食べてるのであれば、うん、MXH でも15g 以上あれば、うん、こうテイクバックで手前にすごい曲がるから、うん、その周りの反動を利用すれば、うん、そのハング下にライナーで入っていくんです。行きやすい。それもできるわけですね。はい、それが XH とかだとテイクバックでそんなに入らないので、うん、ハング下には入れづらい。なるほど。はい、じゃあ普通のオープンでただ投げてっていう時で復帰後しっかり決めたい時は、うん、エクストラヘビとかでもいいのかなとか。そうです、そうです。6点の XH とか、はい、75の H。 あ、H とかでもいいですね。はい、75H はね、逆にそのオープンのエリアで、うん、飛距離がもう半端じゃないんですよ。あ、なるほど。もうとんでもない飛ぶんで。はい、オープンなところはすごくいいんじゃないですかね。だから50メーターぐらいもっと離れたところのポケットとかを狙い撃てる。なるほど。はい、じゃあヘビーカバーの池、はい、そういう時は結構エクストラヘビとかダブルトリプルエクストラヘビとかすごい強い竿があるじゃないですか、はい、フィッシュマンさん、はいはい、そういうのを使うような感じですか？その広い池とか。トリプルまではそんなに入れたことはないですね。 75H で結構8月のヘビーカバーとかでもやっちゃいますね。あ、結構そこまで強くする必要はないってことですね。はい、じゃないと飛ばないんですよね。なるほど。結局オープンエリアって飛距離が命じゃないですか。はいはい。あ、じゃあなんかヘビーカバー、ヘビーカバーの池みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうところだとどうかなと思って。
どうすかね、いや僕はでもそれでも7号エッジでやれるところですね、はい、結構ライギはね、うん、全国やってるんですよ。ああいろんなところでやってる、はい、いろんなところで実は。へえ、なるほど。でなかなかほらあのデリケートな釣りなもんですから、はい、発表はできないんだけど、場所はなんかそう、実は赤塚さんはライギをやり込んでるということで、うん、結構好きですね。今回のじゃあご質問くれた方は、はい、非常にこうタイムリーだったっていうことです ね、うん、そうですね。しっかりやってらっしゃる方が作ったサオなので。そうですねということですね、はい。フィッシュマン小野ちゃんもたくさんのライギョ釣果を SNS に上げていますが、そのほとんどが赤塚さんの紹介していた 75H でのものでした。ということで広い範囲でライギョロッドとして使うなら 75H がいいのではないかと思いました。そんな感じでコメントをくれた方、そしてこの視聴者の皆様、これで満足いただいたでしょうか、ね、で今回の、ね、内容が役に立ったなと思っていただいた方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。このような感じでね、またこのゲストをお呼びして、このように皆様のリクエストに応えていこうと思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい